いやあ、施設の圭介だよ。今回もやっていきたいと思います。箱庭の歌。では早速ロード。あ、ここやね。もう2週間前の話だけん結構忘れとうけど、なんか変な歌歌って、歩夢が帰ってきたところやな。あれ、佐藤さん、なんでここに。歩夢が戻ってきた。お前ちゃんと探しに行けって状態で前回は終わった。それに答える小鳥さん。涼介が歌ってるのを聞こえてから。マジで俺の歌聞こえてたの、丸聞こえだったの。めっちゃ恥ずかしいんですけど。そうだったのか。俺が立てた意味なかったお前なんだ、そのやれやれだぜって顔やめてくれ怒ってる？いや全然気にしないでくれ。俺が怒っとるよするとその時、つーつー、お、これはもしかしてラジオ的なあれじゃない？うわ、机の上に置いてあったラジオのスピーカーから音が漏れ出した。やっぱりノイズばかりで内容まではわからない。でも声の主は女の人のようだった。まだか。何それ。いや前に拾ったんだよ、ちょっと不思議なラジオ。小鳥さんはじっとラジオを見つめている。どうした小鳥さん、なんか思い当たる節でも。そしてその後、周りあたりをキョロキョロと見渡して何かを探しているような素振りを見せた。どうかした？ううん、なんでもない。するとその時、なんかするとその時多いなーって。おーい、揃ってるかー。外から夏行きの声が聞こえてきた。夏行きか、ようやく来たよみたいだな。じゃあ行こう。うん。小鳥さんはまたラジオを気にしているように見える。それでも僕たちが歩き出すと、後ろについて歩き始めた。なんかあるな。もう夕方だよ。結局顧問にも怒られなかったの？昨日部活をサボったことについて僕はコナミと話しながら歩いていた。顧問は特に問題ないの。コナミちゃん久しぶり見たんやけど、何パートぶりなあ。久しぶりなんやけど、なんか久しぶり見たらなんか成長したような、そうでもないような。またサボったんやなもはやサボりもになってるねこの子は。ダメだよ、怒られたところで謝っておけば済むしの。気楽やな。ふーん。どちらかといえば顧問より先生の方が厄介じゃな。そうなの？好き勝手やってずるいと思わないのって言われるのじゃ。ふむ。好き勝手やるのが羨ましいなら自分も好き勝手やればいいだけのことだと思うのにの。まあそれはそうかもしれないけど、そんな風に生きられるのは藤堂家の血を引いているからなのだろう。藤堂家の血、遊び人なん。遊び人藤堂家、必殺遊び人的な、チャララーチャララララララって流れるんかな。必殺遊び人。普通の人間はいろんなことを我慢してやりたくないことをやりながら生きている。でもそんな風に部活やってて大丈夫？いじめられない？まあ慣れたものだからな、一人ぼっちになるのも。慣れたらあかんもん慣れてるぞお前。おい、俺だってぼっちだけどさ、ぼっちって本当は辛いんだぜ。お前はまだわからんかもしれんよ、人生のまだ12、3年しか生きてないけんな。それが20年とかそれだけ生きてきたらな、ぼっちって結構大変やぞお前。うん、一人ぼっちって。私にはみんながおるから大丈夫じゃ。わあ、そんな笑顔で言われたら本当に大丈夫そうに見えてくるんよな。そう、ちょっとその笑顔、その笑顔100円、その笑顔100点、120点。コナミは昔からあまり自分の同学年の生徒とうまくやれていない。それは僕たちのせいかもしれなかった。僕たちと遊んでいるせいでクラスメイトと仲良くできない。その可能性は低くない。花火楽しみじゃんの。
今はこうして楽しそうに笑っているけど、僕たちから離れ教室で一人でいるコナミは見たことがない。お、なんかコメントある。守りたいこの笑顔。そうやね、守りたいですよね、この笑顔。この笑顔100点。有料の笑顔とかあかんな。有料で笑顔ってスマイル100、スマイル値上げしましたみたいな感じになっとんな。ダメだね、笑顔はただだから笑顔なんだ。一体コナミはどういう顔で日常を生きているのだろう。少しだけ気になった。おおー、夏雪ー。ちょっと待って、夏雪東方に出てきそうな格好してる。なんか東方のアリスが着てそうな、アリスマーガトロイドが着てそうな服装着てるんやけど、男なのに。もうお前性別の垣根とんか超えとるぞお前。いけるんかそれ。ちょっと男なのにしてさ、男のファンを獲得しに来とんで。お前自分が女性ビジュアルやからってそれはちょっとやめといた方がいいぞ。注意マーク、だが男だ。ほんと男なんですよこれ。でもパッと見て女性にしか見えんのにね。まだ明るいな。到着したのは5時半。日没までまだ時間があった。ちょうどいいし、来宅祭の話はもうちょっとちゃんとしておきましょうよ。出たー、いづき出たー。めっちゃ可愛らしい。ちょっと今日はおとなしめの服装なんかな、色合いが。ネックレスもして可愛いですな。月のネックレスであって、可愛い、女子力満点。はは、視聴者さん、男でもいいよって言っちゃってる。夏雪男でもいいんか、可愛いけったら。いづきもなかなか可愛いのに、それがおっても夏雪いきますか。大丈夫ですか。まあ人それぞれってことかな。俺は伊豆木派やな。伊豆木派。夏雪と付き合うために男辞めます。いやー、あんたが辞めるの、あんたが女の子になるの。大丈夫か、大丈夫なのか。お、それもそうだな。あ、この子やったっけ。まあいいや。涼介。ん、最多祭って何。あ、最多祭って読むんだよあれ。いいしかあってなかったんやけど俺。ああ、最多祭とはこの最多島名物の夏祭りである。中学校の敷地をメイン会場として地域住民たちが出し物や出店を出して大いに盛り上がる。説明会に参加して登録すれば中学生の僕たちもグループ展を出すことができる。学園祭のない最多中学校の生徒たちにとってはその代わりとなるようなものでもあった。なるほど。ははは、何これ、ギャルゲーって人がおるし、伊豆木推し、よっしゃー。ほんとギャルゲーっぽいキャラクターが出てくるし、もう何ルートとかありそうやもんな、これ。攻略ルート、攻略ルート。伊豆木推しの人がおってよかった。ふーん。そう説明してみたが、小鳥さんは分かっているような、いないような、そんな顔をしている。やっぱりここは我らが涼介大先生作詞作曲ラブソングを。ラブソング、まさかお前この前の曲聴いとったんか。歌ってみよう、前回おらんかった人のために歌ってみよう。何やったっけ。母さん母さん、化粧が濃いのよ、そうよ、誰も見てないのにね。嫌だよ、それは嫌だ。んだよ、歌えよ。ていうかそれ、私たち必要なくない？涼介だけでよくない？と思うじゃん、と思うじゃん。うん、実はその通りなんだよね。ガク、殴るわよ。鋭いツッコミだ。出店でいいんじゃないか。今年は出店数が少ないらしいぞ。私もそれでいいと思うけど、何出すの？お守りなんかどうじゃろうか。え、つまんねえよ、射的にしようぜ。お守りの方がいい。あ、じゃあお守り打ち抜くってのはどうよ。えげつないこと言い出したぞお前。お守りがどんなに効果的なんか知らんだろう。俺も知らん。お、それはいい考えじゃな。よくねえよ、バチ当たるわお前ら。おい、いいのかよ。
明らかに運が悪くなりそうなんだけど。小鳥さんはどう思う？小鳥さんはどう思う？え？出た。あんまり文化祭とか体験したことなさそうなやつ。伊豆木なんでそんなに怒ったん？そこ怒るところじゃないよね。まあ可愛いけん許す。伊豆木は嫌そうな顔で小鳥さんを見る。アイス言うと思った。なんかちょっと俺頭の中で言うと思っとったんやけど、だってこの前小鳥さんパートなんぼだったかな、アイス口にしてめちゃくちゃ、え、なにこれうまっていう顔しとったもん。初めて食べたアイスがめちゃくちゃうますぎるっていう。ほんと、お、それもいいの。毎日暑いくらい売れそうじゃの。難しそうだが、ま、参考にはなるじゃん。ということで、出店っていうのは決定ってことにしとこうぜ。なんだこの不思議っ子、ほんと不思議ですよこの。小鳥ちゃんのこと言うのかな。不思議です。出し物がとりあえず出店ってことで決まって、ようやく日も暮れ、僕たちは当初の目的である花火を始めた。東道家はその昔忍者だったのじゃ。兄上がそう言っておった。は？よく見ておるのじゃ。そう言ってコナミは両手に4本ずつ花火を持って一気に火をつけた。やめとけ。両手に1本ずつ計2本が当たり前やぞ。お前やめとけ。忍法火遁の術。ぶわーっと火花に囲まれるコナミ、大丈夫か？すごい。あ、普通にすごいって言っちゃった。じゃろ？そうじゃろ？めちゃくちゃドヤ顔してるよ。ちょっとドヤしてる。しかし、火の勢いは強く、発生する煙の量も異様なまでに多くなる。ゴーゴー！煙！煙！ゴーゴー！なると思った。視聴者さん、この顔ですよ。ドヤ顔してたらこんな姫に会いました。すごい、忍法すごい。めっちゃ驚いてるやん。この子はなんなん、この子なんなん。忍法じゃないよこんなの、ただのガキだよ。あ、ガキの遊びだよ。ゴホゴ、助けて兄、ゴホゴホ。えらいことになってる、これちょっとやばいぞ。はは、バカで、あいつ笑ってる場合じゃねえだろ、助けろよ。こんな感じで賑やかに時間は過ぎていく。賑やかだったけどさ、下手すりゃえらいことなっとったぞお前。その後もみんな思い思いに火をつけては楽しんでいた。綺麗。おっと、小鳥ちゃんがなんか珍しく笑顔になっとる。かわいいね。いつも通り何を考えるといるのかわからない顔で小鳥さんは火を見つめ続けている。薄暗い中、花火の光で浮かび上がる小鳥さんの顔がやけに印象的で、僕はつい見入ってしまっていた。ねえ、涼介、ちょっといい？え、なんだ、伊豆木。なんだ、伊豆木。突然、伊豆木に腕を捕まえる。お？お、伊豆木ちゃん、伊豆木ちゃん、ちょっと、告白にはちょっと早いとは思うんですけど、ねえ、僕たち、ちょっと伊豆木ちゃん、大胆ですよ。大胆ですけど、告白ですか？キスですか？ちょっと何？いいから。怒っているのか、語気が荒い。なすべもなく、僕は伊豆木に連れ去られた。積極ですね、積極的ですね。ん？ちょっと伊豆木、なんだよ。立ち止まって振り返った伊豆木が僕を睨みつける。な、なんだよ。どうして佐藤さん誘ったの？いや、誘ったのは僕じゃなくて夏行きだし。でも涼介が一番嬉しそうじゃない？そう、そんなこと、そんなことあるわよ。否定はしきれない。何やったっけ、最多祭だったっけな。最多祭もあの子をグループに入れるの？それはわかんないけど。いてもいいと思ってる？
別に悪いってことはないだろう。タッキーから頬を膨らめるのはやめろ。この顔を4回ぐらい見たぞお前。てかいたっていいだろう。小鳥ちゃんは悪い子じゃないよ。おったっていいやん。ねえ涼介、あんたあの子のこと好きなの？な、何言い出すんだよ急に。どうなのよ。別に好きじゃ。嘘、あんた嘘つくの下手くすぎ。だとしてもなんだよ、関係ないだろ。やっぱり好きなのね。だから違う。ねえあの子のどこが好きなの？ちょっと話聞けよ。聞くから答えてよ。あの子のどこが好きなの？いづき。いづきちゃん、いづきちゃん、ちょっと待った。いづきちゃん、ちょっと落ち着こうな。僕と小鳥ちゃんはね、別にそんな付き合っているという、そういう、好きとか嫌いとか、そういう関係でないんだよ。まあ、言ってみれば、ソウルメイトです、ソウルメイト。いい、教えてくれないならそれでも。でも、涼介、どうせ見た目だけで恋しちゃってるんじゃないの？見た目だけ。そんな不謹慎な。そんなことないし。そんなことあるもん。だって、あんな人形みたいな子のどこがいいのよ。人形みたいな子って結構可愛いと思うよ。むしろモテそうな気がするけどな。いづき、ちょっとそれはちょっと間違ってる気がするぞ。言い過ぎだぞいづき。そうね、本人に隠れてこそこそ言うなんて最悪よね。一体どうしちゃったんだよ。最悪だと思うけど。でも私は自分が思っていないことは口にしない。今言ったことは全部私の本心。私、あの子好きじゃない。それだけ。そう言って、いづきは海とは逆方向に歩き出した。おいおい、穏やかじゃないな。穏やかないぞ。ちょっと落ち着け。いづき、なんだ。小鳥ちゃんのことなんで嫌いなんだ？まあ、可愛いけどさ。こう、腹立てとるとこも可愛いけどさ。ちょっと、いづきちゃん。いづきちゃん。いづき、勘違いしないでね。別に私、涼介のことを好きってわけじゃないから。いづきちゃんね、結構ツンデレなんだね。な、何言ってんの？別に。そのままいづきは海辺を後にした。な、なんだあいつ。みんなの元でまで集まると、夏木がにやけた顔で僕に近寄ってきた。あれか、ツンデレかって感じやな。もうツンデレとしか言いようがないよこれ。もうツンデレだよ。ゆずきちゃんって結構ツンデレなんやな。素直じゃないな。テンプレイごちそうさまです、ありがとうございます。今のサムネにしたろうかな。なんだよその顔。いやー、なかなかに青春してるなと思って。意味わかんないし。それにしてもご立腹な様子だったな。イズ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 とか夢だよ、やめろよ。なんか嬉しそうに言うなよ。さて、そろそろ花火もなくなるし帰りますか。小鳥さん、家ってどこ？わー、ちょっと待って、もしかして二人っきりですか？二人っきりで夜の夜道を歩いてるの？これは何かありそうですよ、ドキドキ感が。よくわからない。わからんってなんやで。え？じゃあどうやって帰るの？大丈夫、電話したら向かいが来るから。そうなんだ。分かれ道になり、夏雪や歩夢たちと別方向になる。じゃあ涼介、ちゃんと佐藤さんの迎えが来るまで一緒にいてやるよ。夏行き、ラブラブじゃんの。コナミ、じゃあな、涼介、佐藤さん。歩いていく3人の姿は闇に紛れ、すぐに見えなくなった。クソ、あいつらあの3人おちょくってるだろう。クソ、なんだかんだでエンドオブザワールドも、なんかちょっと下心というか、ちゃうな、下心ではないけど、
お前らラブラブやな、やったじゃねえかっていう雰囲気出しとったぞ。言葉に出してないけど雰囲気は出とったぞ。くそ。ん？どうかした？いや、別に何も。ふーん。小鳥さんはぼーっと前を見つめている。特に何かを考えている様子はなかった。ねえ、前から聞きたいことだったんだけど。ん？記憶がないって怖がって辛かったりしない？無垢かな瞳が僕に向けられる。怖いも辛いもよくわからない。そうなの？目を覚ました時何も覚えてなかったけど、でもいろんな人がいて私にはすることがあった。だから私はそれをするだけ。多分それは記憶があってもなくても一緒。することって何？って聞いても教えてくれないんだろうな。そのすることっていうのは嫌じゃないの？別に。そっか。別にいいと答えた小鳥さんを見ていたら、なぜかこっちの方が不安になってしまった。小鳥ちゃん、本当に大丈夫なんだろうか。ねえ、小鳥さんは何か好きなものある？これちょっとさ、当てていいかな俺。もしかしたら俺当たるかもしれんのよ。ちょっとエンター押しながらちょっと言うね。3、2、1、アイス。イエーイイエーイ。あったあった当たった。よもっとったわ、それ思っとったわ。やっぱ気に入っとったんじゃ。アイス言うと思ったわ。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、うん、そっか、そんなに気に入ってもらえたんだね。というか、そういうのじゃなくて、何か好きなことってないの？これをやってやると楽しいとか、こうしてもらえると嬉しいとか。これも当てるぞ、これも当てるぞ、これもエンター押しながら行くぞ。当たるかは知らんけど、これはちょっと自信ないけどな。3、2、1、涼介といること。ああ、ここで大胆発言で涼介といると楽しいとか言いそうだったのにな。それはさすがに言わんのか。ああ、くそ。わからんのか、それは。そうやな、記憶症じゃ、いや、記憶喪失だけんな。例えば、同じ質問をされたとして、僕はなんて答えるだろう。言葉にしようと思うと、楽しいや嬉しいっていうのは案外難しいことじゃないかもしれない。でも、それでも何か答えようと、僕はきっと脳裏を探る。小鳥さんはそうじゃなかった。本当にわからないんだ。わからないこと自体に何の感情も抱いていない。そんな顔だった。嬉しいこととか楽しいことがなかったら生きていくのは辛いとは思うんだけど。え？相変わらず小鳥さんは不思議そうな顔をしている。こっちの言っていることがわからない、そう訴えているようだった。あ、そうか、違うんだ。辛いすらないんだ。楽しくなくても嬉しくなくても生きていけるのはそういうことなんだ。だからそんな顔をする。毎日義務的にすることというものをこなしているだけ。機械的にやるべきことをただこなしているだけ。彼女の日常がどういうものなのかはわからない。でもなんとなく予想はできた。どうしてか小鳥さんのことが気になったり、放っておけない気持ちになるのはきっとそれのせいだった。好きとは違う。好奇心という方が正しいのかもしれない。僕は多分見たいのだと思う。彼女の笑顔を。もう恋人みたいなこと言うたや、涼介。これは脈ありですな。今、好きとは違うとか言うて好奇心って言葉を使ったけどさ。もしかしたらその好奇心って言葉がだんだん好きってこと、
好きって感情になるかもしれんよ、涼介。将来的に本当、小鳥さんのことが好きで好きでたまらんようになるんかもしれんな。どうかした？うん、なんでもないよ。本当、青春ってこんなに甘酸っぱいんやな。それをこの7つの課題にしよう。勝手にそう決めた。小鳥さんを笑顔にさせる。こんなに綺麗な顔をしているのだから、きっと笑った顔はとてもなく可愛いに決まっている。好きとは違う。それが分かっただけで急にやる気が出てきた。もし彼女の笑顔が見られたら、その時は改めて好きになるなりそうでないなり方針を決めよう。とにかく僕は小鳥さんの笑った顔が見たかった。ここにいたか。ひー、突然声を上げられ、身が体がビクッと反応する。どうした？青春の1ページの音楽が流れたと思ったら、いきなり変なやつ出てきたぞ。誰？何この外人っぽい人。暗がりから女の人が姿を現した。誰だ？見た目は外国人のようだが、日本語の発音は流暢だった。年はよくわからない。ただいろんなパーツがやけに整っていた。美人やね。目が合う。ん？ふーむ、なるほど。お前が愛坂涼介だな。まあなんで僕の名前を。笑顔、なんかちょっと不気味悪い笑顔を浮かべとる。帰るぞ小鳥。車は？あっちだ。小鳥さんの知り合いか。イーナの運転。イリナってイリナレンジ。これ前作の主人公ですよ。この右の女性、イーナレンジって方、大人になった姿やね。これ前作全然もうなんか暗い絵で描かれとって全然姿が出てこんかったけど、こんな感じだったんじゃ。ちょっとイメージ悪い気もするな。というところでちょっと中途半端な時間なんですけど、この枠終わりそうなんで、ここで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ちょっと次のパート多分イーナさんがちょっと何か涼介に伝えるかもしれませんね。そしてちょっと涼介は夏の出来事、さて涼介は夏の課題を達成することができるのか、もうちょっと次回が楽しみになってきますね。というわけで皆さん、ここまで。シーワゲ。ふぅ、やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。